こちらです。やっておりません。どういうことでしょうか。いや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 、ちょっと待って、マジでこんな聞いてへんわ。来ました。ここがですね、ガジュマルの木、樹齢400年の奄美一の巨大ガジュマルの木らしいです。で、確かにね、すごい、なんか圧巻。これどこまで離れれば全部映る？すげえ、これで、さらにこれなんか並木道になってんのかな、これ奥行けんのかな。すごい、あ、行けないよ、全然行けないよ、全然無理やった。いや、これすごいな、やばい。これはやばいわね、なんかなんだっけ、石垣島の米原、ま、や前山なしだっけ、なんかこういうすごい木々が生えてるところより、なんかインパクトっていうか、なんかすごい、とりあえずなんかもう、まあ、さっきもそうだけど口ポカーンって開くぐらい、って感じ。やばいね、400年ってことは何時代や、飛鳥時代まではいかないのか、明治ぐらいかな。すごいね、でも、なんかもう自然ってすげえなっても思うよね、もう。はあ、だってもう枝分かれして枝分かれして、もうなんかこんなもそうだけど、触っていいのか分かんないけど、すごっ、唖然ですわ、迫力満点。でもね、僕一人なんですよ今。すごい、次はですね、サキバル海岸に来ました。ここね、めちゃくちゃ海綺麗でびっくりした、さっき。あのね、さっき来る途中にバイクで来たんですけど、
めちゃくちゃ綺麗くて思わず立ち止まって写真撮っちゃったぐらい綺麗で、後でそこも撮ろうかなと思うんですけど、見てくださいこれ。写真も出そうと思うんですけど、これやば。いやあのね、正直あの今日何か所かビーチ見てきましたけど、ダントツで群抜いてやばいです。いやこれね、砂もやばいよこれ。わかるかな、このサラサラ感と、このもうなんかもうやばいね。一面エメラルド。はい、またここ子供のように登ります。よしよし、わかるかな、このエメラルド超綺麗。やばいわ。うわ、あそこでカップルさんがなんかむつまじくイチャついてますわ。本当にもう、いやこれはちょっとね、逆になんかあそこのね、ちょうど今日が落ちようとしているところ、この辺あれもやばいね。ここ夕日見るのにいいスポットかもしれない。あ、これ上上がれるのかな、どうなんだろう。やばい、これは感動する。いいね。はい、今ですね、ようやくちょっとお腹空いたんで、もう昼も食べてないんでね、ちょっと夜飯、もうほぼ夜飯、晩飯として、ひさくらっていう鶏飯のお店、結構ね、これ、どの YouTuber さんもそうだし、どのブログでもそうだし、いろんなこう奄美大島の、記事とかでも必ず出てくるひさくらっていう鶏飯の、お店にやってきました。でも昼過ぎてるんでね、ちょっとご飯も目星つけてるとこあるんで、そこで食べつつ、こちらです、やっておりません。どういうことでしょうか。いや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 、ちょっと待って、マジでこんな聞いてへんわ。いや、ひさくらさん、いやマジこれ聞いてないって。ちょっとどういうこと。マジかよマジかよ。なんで今日、だって土曜日でしょ。
食べログとかさ、Google 上だとやってたよ、土曜日8時まで。うそー、営業時間短縮のお知らせ、1月11日から3月6日、16時まで、マジかよ。いや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 、ちょっと聞いてないよ、聞いてないよって、ダチョウクラブやな。いや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 、マジか。どうしよう、ちょっとどうしよう。いやいや、ああもうどうしよう、腹減ったし。まあでもとりあえず今何時だ、時間が5時6分、5時6分なんですけど、まあね、こっから那瀬市こっちか忘れたけど、ちょっと今カンニングしてますね。まあ、市内まであとね28分なんですよね。17キロで、途中にビッグツーっていうスーパーがあるんですけど、まあ、途中ファミリーマートもあるのか、であとてっちゃんとかなんかいろいろこの通りに飯屋は多いっぽいです、その市内に行かなくても。なんですけど、とりあえずちょっとマンボウっていうこともあるんで、ワンチャンね奄美大島は全部16時の可能性もこれ否定できないよねっていうので、ちょっととりあえず市内向かって、原付をまた走らせたいと思います。いやーマジなんだ、今日っていうかこの旅行マジついてない、どうかしてるぜ本当。疲れた、あかん、疲れた。ああ、いや、やっと今何時だ、6時半、18時半です。ようやくチェックインしました。いや疲れた。とまあね、あのあと飯をね食おうと思って、たらまあまあ行こうと思ってた店が16時で時短営業でやってなくて、で結局で何も食えずに、でただなんかね、奄美大島のコンビニが鹿児島銀行の ATM しか入ってなくて、で自分メインバンクネット銀行を使ってるんですけど、そのネット銀行の口座からお金を下ろすことができなくて、で僕正直成田空港で1万円下ろして、原付代で7000円払ったんで、もう3000円だったんですよね。で3000円しかなくて、で行きたい店、まあ飲食店行きたい店が全部カード付加、電子マネー付加っていう状況だったんで、もう現金しか無理やんってなって下ろそう思ったけど、どこでも下ろせなくて、いやーもうこれ参ったなと思って、ずーっともうバイクひたすら原付ひたすら走らせて、とりあえずもうチェックインしようと思って帰ってきました。でただですね、途中まあ一応携帯のGoogle マップで、ナビで帰ってきたんですけど、途中でですねイオンがあったんですよね。で、まあ、今僕メインバンクで使ってるのがネット銀行で、でイオン銀行だったらまあ下ろせるんですよね。なんであれこれもしやと思ってイオンに立ち寄って ATM 行ったら、まあ、なんとか現金を入手することができました。なのでちょっとねコンビニで
あの、まあ、カードなりデビットカードなり使ってコンビニ飯を食うこともなくなるんで、まあ、一応ねこれでちょっと一安心かなと思いました。まあ明日も日曜日なんでね、ワンちゃんちょっと下ろせないとかもまあなくてよかったなとは思いました。でただ、朝上野駅から成田空港に行くスカイライナーの中で、おにぎり1個食っただけで今日何も食ってないので、ちょっとねこの後どうしようかなと思ってますが、どうしましょう。で今ね鹿児島もマンボなんで、さっきの行こうと思った店も時短やってたぐらいなんで、ちょっとねワンちゃん今日の晩飯コンビニ疑惑があるんですけど、まあ、一旦ちょっと、まあ、言ってもねそんなにダラダラできないんであれなんですけど、まあ、ちょっとゆっくりして、その後軽く街に出る、まあ、出なきゃ飯食えないんで一旦出て、何かしらにねありつきたいなと思います。こんな感じで、おやすみなさい。